確かにひどいな。ねえ、マヤっていう女の人を知らない？何かおかしい？マヤは大人じゃないよ。ただの普通の女の子。じゃあヒューバートに PK の武器を売ろうとしたのは君？うん。でもあのバカいらないって怒って追い返されちゃった。どうやってあの武器を手に入れたんだ？何かないかみんなで探してたら、たまたま死体を見つけたの。そんなのしょっちゅう。完全に死んで、死体を調べて、でその真鍮のなんちゃらってのを取った。高く売れると思ったから。マヤ、その武器がいるんだ。とっても大事なもので。そんなに大事ななんちゃらってやつを黙って渡すと思う？バカなの？あれは本当はラザルスって言って、 PK のお偉いさんのもんだったんだ。返さないと戦争になる。殺人犯を見つけたい。いいよ、このガラクタはあげる。でも500ね。それは大金だな。当たり前じゃん。生きるにはお金がいるの。水を買わないとだし、弟のマーカーももうすぐ12歳だ。10なら払える。それがギリギリだ。いいよ、どうせ誰も買ってくれないし。ホーコン、ラザルスを手に入れた。よし、アイトールに持ってけ。最高の誕生日プレゼントだ。あいつの生まれた日なんて知らんけど。ああ。ポンコスめ。
どうかしたか？どうかしたかだと？ああ、助けてくれ。最悪の事態だ。マジで最悪なんだ。ここで見放されたら、あのハゲに、おじにぶん殴られる。しかもおじの手はフライパンみたいにやたらでかいんだ。前に殴られた時なんか、おでこに角みてえなタンコブができちまったんだ。まるでサイみてえにな。しかもえらいカラフルになりやがったんだ、その角がよ。今回は怒らせるような何をしたんだ。まだ怒らせてないが、すぐにそうなる。俺はただちょっと昼寝をしただけなんだ。ところが俺の眠りは冬のカエルみてえに深くてよ。問題なのはソーセージが腐りかけてるってことだ。この時代質のいい食料を捨てるのは犯罪。いやまあ品質はあれだが、今ならまだ大1時間以内に食えば問題ない。まあトイレに駆け込むやつが一人ぐらいいるかもし、飢え死にするよりはマシだ。どうしたって腹ってのは減るもんだしな。だが3時間後に食ったら漏れなく全員のケツが火を吹いてゲロゲロ吐きまくることになる。そうなりゃ俺は終わりだ。おじに殺され感染者の餌になっちまう。本当は自分で食事を届けたいんだが、燻製器を準備しなく、もし間に合わなかったらどうなるか分かってるな。どこへ届ける？てめえ、どんだけ切羽詰まってるかが分かってねえようだな。テーブルにある食べ物を急いでみんなに届けろっつってんだよ。何か気に障ればマットはカーネッジホールを閉鎖するだろう。ルローニン、特殊タイプを近くに発見した。両立つ16歩。そ、感染者を回避し、誰かタバコ持ってない？部長があなたに盲目をつけてるって。エイデン、戻ってくるとは思わなかった。まあいいだろ。確かラザルスを届けたらセンターまで通してくれるんだったな。そういう話をさせてもらった。ああ、答えはイエスだ。まだ有効だぞ。協力すればセンターまで行くのを手伝おう。互いの認識は合ってるな。ラザルスを見つけた。こいつは驚いた。お前の腕を見込んで正解だったよ。持ってた野郎はどこだ？ミートパッキングスクエア。解放したのか、殺人の容疑者。10歳かそこらの少女が持ってた。あの子は殺してない。死体を漁っただけだ。待て、後にしよう。席を外せ。腕のそれ星座みたいだな。階級のタトゥーだ。物資が不足した結果、タトゥーが勲章の代わりになった。我々の序列を示してる。囚人みたいだ。刑務所でも軍でも同じだ。常に序列が。望みは叶えた。俺の番だ。センターに行かせろ。センターへのトンネルを開けることは私の権限を超えている。司令部は殺人犯を見つけると。アイトール、約束したろ。落ち着ける浪人。約束は守る。まずはこれを。感謝の印だ。いいかアイトール、俺はセンターに行きたいんだ。誰かを探し、俺もセンターに行きたいんだ。向こうに妻と子がいる。守ってやりたい。殺人犯を見つけたらトンネルが開く。協力してくれてもいいし、俺が見つけるまで待ってくれてもいい。ラザルスの刃に血痕がついてる。ルーカスは死ぬ前犯人に怪我を負わせた。犯人にはでかい傷があるはずだ。見つけてくれたら俺だけでなくお前の目的も叶う。いいだろう。何か心当たりは？指揮官はバザールで殺された。連中の誰かに腹
犯人を突き止める。そう来なきゃな。それがセンターへの切符だ。バザールに向かえ。他に知っておくべきことは？ああ、実はある。だがこいつは完全に極秘だ。他言は無用で願いたい。ヤバそうだ。犯人はある戦利品を持ち帰った。ルーカスの腕からタトゥーを切り取ったんだ。死体から切り取った？どうかしてるな。ああ、全くだ。このルーカスへの冒涜を知ったら皆激怒する。全面戦争になりかねん。だからお前に見つけてほしいんだ、その戦利品を。そしてルーカスを殺したクソ野郎。分かった、すぐに向かう。ルローニ、近いうちに入隊するか。いい新兵になれると思うぞ。エイデン、生きてるか？心配してくれてたのか。当然だろ、お前に期待してるんだ。そうだ、子供たちが無事であってほしい。ルーカス殺しの犯人を見つけろってさ。そしたらセンターへ行ける。汚れ役をやれって。ま、ありそうなこと。まずバザールに行けってこだろうな。PK とバザールは互いにいがみ合ってる。バザールの重要人物は二人だけだ。一人は大げさな牧師のカール。知ってる。もう一人はソフィー。カールの右腕。バザールの反抗的な奴らの扱いがうまく、統制を助け。地元の悪党にはドジャーがいる。情報通だ。ジョーが率いる盗賊も、ま、全員 PK を恐れてる。よし、俺はソフィーと話すからカールを調べてくれ。あ、女の方がいいか。ソフィーか。彼女はどうもタイプじゃないんだよな。頑固っていうか、ったく今にわかる。俺のミツバチが一番だ。あんたは養蜂家か酒造家か？その両方だ。それが俺のビールの秘密でね。この町のビールはどれも小便みたいな味だろ。うん、言えてる。まさにそこが問題なんだ。今は誰も味なんて気にしない。そんなに不満か？はっきり言って今いる酒造家はズブの素人ばかりだよ。じゃああんたはプロなのか？もちろん。しかも今は絶好の正気と来てる。ビールの人気は過去最高でね、酒造家は最も安定した職業のトップ10に入る。葬儀屋の次ぐらいか。確かにそのくらいだな。俺は人生をビール酵母に捧げてきた。それとミツバチにな。ミツバチにも？ああ、町で最高のビールを作るための隠し味は何だと思う？もちろん愛情の他にだ。言いたくてたまらなそうだな。蜂蜜だよ。最高の蜂蜜を収穫するには元気なミツバチが欠かせない。そうだ、その件でちょっと頼み事をしていいか？ミツバチに砂糖をあげてやってほしい。特製の巣箱で育てるんだけど、蜂蜜を盗まれないよう高い場所に設置しててね。やってみよう。その巣箱はどこにある？まずは巣箱の近くに置いてある砂糖の袋を見つけてくれ。袋が見つかればすぐ巣箱も見つかる。巣箱は全部で3つ、同じエリアにある。一つはこの近くの屋上に設置してる。中央駅の方を向けばここからでも見えるよ。二つ目は中央駅のビルの屋上にある。ピースキーパーの垂れ幕で覆われた巨大。三つ目は中央駅のてっぺんだ。そこに立ってる像の一つのすぐ隣。急ぎで頼む。最近仕事が好調で構ってやれなくてな。きっと腹を空かせてる。やっぱり俺の本業は養蜂家っていうより酒造家なんだな。
砂糖の袋だ。これでバラクの腹ペコミツバチを救える。ルローニー、どっか行け。お前は PK じゃない。アスパラを湯がいて、玉ねぎは透き通るまで丁寧に炒めて。どうやらトンネルを通れないみたいだな。おいてめえ、何者だ。落ち着け、PK じゃない。なんでわかる。奴らは終始嗅ぎ回ってる。そいつは例の流浪人だ。何？壁の外から来ただと。ふん、バカ言え。何しに来たのか知らねえが気をつけな、流浪人。 PK には近づくなよ。奴らは信用ならねえ。今回はマーカーが。カールが挨拶したいらしい。来たら案内するよう言われてる。吊るそうとしたのにえらい変わりようだな。そして忘れるな。人類は文明を築き上げたが、それは泥の足を持つ巨像だった。同じ過ちを犯してはいけない。あの時はそうするしかなかった。みんなの脅威だったからな。だろうな。再建を謳う愚か者のイデオロギーに耳を貸してはならない。再建など起こらない。これはこれは、バザールへようこそ、流浪人。あいにくだったな、俺はまだ生きてる。相当根に持っているようだね。しかしこちらの事情も理解して、我々としてはコミュニティの安全を何としても守らねばならない。だからああするより他なかった。どうか許してもらいたい。ところで
教えてくれないか。外の世界はどうなっている。世間話をしに呼んだのか。いや、しかし群れによそ者が紛れ込んだとあってはね。では正直に聞こう。お前は羊なのか狼なのか、どっちだね。そういう例えは好きじゃない。そうか、なるほど。流浪人は比喩や歌とは縁のない人種らしい。行動派のようだね。端的に行こう。ソフィーを探してる。そうなのか。なぜだね。届け物がある。違うな。なんだと。ソフィーにはビレドーの外に知り合いはいない。ここで生まれ育ったからね。そのためか彼女はこの場所をとても気にかけている。おかげで助かっ。だから通りの向かいからの荷物でもない限りハッタリだろう。ハッタリだって。そうだ、はっきりわかる。まあいい、彼女の居場所を教えてやろう。なぜだと思う。なぜだ。お前が何を望もうと、たとえ敵意を持っていようと、彼女なら対処できる。我々が対処する。前と同じようにね、流浪人。あっちだ、大男がいる。ヘルマンはソフィーのボディーガードでね、その近くにいるはずだ。ありがとう、すぐに済む。もう私に嘘はつくな、流浪人。終始私は嘘をつかなかったろう。礼を尽くしてほしいだけだ。ソフィー、話せるか。手を出さないでヘルマン、話をさせて。俺はエイデン、最近町に来た流浪人。そうでしょ。情報通だな。いやでもわかる、ここの保安を担当してるから。それにあなた昨日ド派手に登場したしね。仕事を探してる。あなたは使えると評判だけど、自分の目で確かめたい。まずちょっとした使いっ走りをしてくれる。どんな内容だ。クラフトマスターのアルベルトかヴィンセンツを訪ねて、二人とも純度の高いクリスタルがある場所を知ってる。いくらか必要なの、ある取引のために。わかった、二人のどちらかと話してみる。どっちもバザールにいるはずよ。うまくいけばもっと大きな仕事をあげてもいい。ソフィーの使いだ、クリスタルのある場所を知りたい。ああ、またか。その件についてはすでにあのバカ、あいつじゃ、彼女のソフィーの弟、なんと言ったか。あのクソ野郎の名前はバーニーだよ。クソ野郎の名前は、あいつも聞いてきた、クリスタルのあるダークゾーンについて。初耳だな。で、それはどこに。それなら100…120…10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 0…
父さん、僕が言おうか。頼む。地下鉄から100メートルのところにファッションストアって大きな看板がある。裏手の風車が目印だ。ありがとう。バザールの一級品をあなたに。ナイトランナーが実在したのかね。おとぎ話だと思ってた。家族で経営しとるんじゃ。ねえ、昨晩カールが急に出てきちゃったな。装備を全部取られちまった。不安そうだな。アーバン、お前の友達が戻ってきたぞ。仕事あったか。まだだ。いいか小僧、人格がものを言うんだぞ。あんたが見本か。ふん、言うな。よし、わかった。お前は何が欲しいんだ。俺にできることは。秘書に履歴書を渡してくれ。後で連絡する。おい、冗談はよせ。俺は本気だ。てめえの縄張りみたいな顔で入ってきやがったしな。大した玉だ。ふん。そういう男は嫌いじゃない。男っていうか、流浪人か。よし、お前みたいなタフガイ向きの仕事がある。やってみろ。お前に価値があるか、それでわかる。内容は。頼んだものが届かなくてな。配達人の様子を見に行ってくる。ここ数日連絡が取れない。俺を避けてる可能性もある。あいつも普段なら俺を待たせたりなんてしないんだがな。名前は。ヒューバート。ハンパモンのヒュービーと呼ばれてる。知ってる。あだ名通りのやつだ。今度は何をやらかしたか調べてくれ。分かった。そいつと話してくれ。やつはバザールの向かい、トリニティコート外周で一番。ホースシュー沿いだ。すぐに分かる。たどり着けるかは別の話だがな。心配ない。着いたらさよならと言え。合言葉だ。俺の使いだと分かる。了解。俺はダミアン。エーデンだ。あんた新顔だろ。関係ないだろ。この吐き溜めに住んでる顔なら全部知ってるが、あんたは知らん。この町に来たばかりだからな。マジか。あんたすごいんだな。壁の外は血の海みたいだって聞くぜ。仕事に関係あるのか。ないよ。どんなやつかと思って。今のところあんたのことは気に入ってる。仕事については詳しい話の前に気をつけてもらいたいことがあるんだ。少しな。仕事を受けるのは俺の仲間から。他の連中との仕事はなしだ。いい。西郡エンドで仲間に会ってくれ。詳しい話。了解。そこに向かう。早めに頼むぜ。なんだよ、情報屋と。どう、何か分かった。場所は分かったが、あんたの弟がすでに聞きに来たそうだ。ヘルマン、バニーは無線をつけてる。バニー、応答して。バニー、だからオフラインになったのね。勝手にクリスタルを探してるんだ。懲りずにまた計画の邪魔をして。初めてじゃないってことか。ええ、いつも力を証明しようとしてるの。この前なんか怪我までした。つい最近の話よ。あのクソガキ、殺してやる、殺してやるから。なぜ怪我なんか。何も聞いてない。
多分 PK に見つかったんだと思う。あんたに隠し事？あなたには関係ないでしょ。バーニーが応答しない。まったく、今の状態でダークゾーンに行ったらあの子間違いなく死ぬ。探してやってもいいぞ。あなたが？ダークゾーンなら GRE の病院で入った。セントヨセフ病院に？本当？弟を助けてくれたらお礼は。まだ時間はある。多分バーニーは日暮れまで待つはず。日中ダークゾーンに入るのは自殺。とにかく無事に連れ戻して。手を尽くしてみる。お願い。バーニーったら、あのバカ、今度は一体何を企んでるの？ちょっとな、装備を全部取られちまった。何言ってるか分かってる。勘弁してくれ。大したことないだろう。黙れ。解決を。ソフィー、中に入った。バーニーの痕跡はない。必ずあの子を見つけて。そこのどこかにいるはずよ。探してみる。急いで。エイデンだ。無線機を見つけた。それと死体も。白人男性、スキンヘッドの。すまない。バーニーじゃない。仲間のコジャックよ。バーニーは近くにいる。
こんなに重いんだよ。どうしろってんだ。おい、バーニーか。てめえは誰だ。ソフィーに頼まれた。そうかい、俺は PK の士官だ。誰でもいいけど、うせやがれ。ここのクリスタルは俺なんだ。いいか、てめえがやらねえ。バーニー、開けるんだ。消えうせろ。ソフィー、バーニーを見つけたが閉じこもって出てこない。生きてるのね、よかった。あのバカ、とにかく話しかけてみて。やってみる。バーニー、とっとと帰れってんだよ。姉貴が心配してるぞ。うるせえ、ソフィーは関係ねえ。だが本当だ。お前に構ってる暇はねえ、マヌケ。バーニー、3つ数える。1、2、3。とっとと失せろ。何もやらねえっつってんだろ。くそったれ。まずい。帰るぞ。もういねえか。ああ、夜の散歩に出てった。頑固だとは聞いてたけど、アホだとはな。おい、口の聞き方に気をつけろ。ほら、お前の無線機だ。行くぞ。ダメだ、バーディーを探さねえと。誰？おとりになってくれた。俺がやられそうな時出なきゃコジャックみてえに死んでた。その怪我じゃ人探しは無理だ。あいつはまだガキなんだ。おふくろさんに連れて帰るって誓った。自らおとりになったんだ。バザールのクリスタルのためにな。絶対連れて帰る。そんな状態で無茶言うな、バーニー。あいつと一緒じゃなきゃ戻らねえ。どこにいる？俺が囲まれた時バーディーは1階にいた。そんで裏口から奴らを。よし、ここで合図を待て。お前の友達を見つけたら戻ってくる。急げ。血だ、バーディーだな。後をたどろう。
あんた誰？エーデンだ。動けるか？バーニーに聞いた。バーニーか。あいつはいいやつだ。やったんだな。クリスタルを手に入れたんだろ。ああ、そうだ。お前のおかげでな。俺やったんだぜ。感染者を3体もやったんだ。見たか。まあ2体は最初から負傷してたから。なあ、今日俺誕生日なんだ。だからお願い聞いてくれよ。そこに あるだろう、俺の無線。話したい人がいるんだ。ほら、でも急げよ。分かってるって。すぐ進む。もしもし、母さん。聞こえる？母さん。姉さん、あんたなの？何があったの？今どこ？大丈夫だよ、もうすぐバーニーと俺で全部片付けるから。バーニー、あんたのことを守るって約束したのに。母さん落ち着いて聞いてよ。クリスタル見つけたんだ。手に入れたよ。それに3体もやっつけた。俺が倒したんだよ。そろそろ行かないと。ならさっさと戻ってきて。バーニーは約束したのよ。すぐ戻るよ、母さん。姉さん、どうしたの？姉さん、姉さん。バーニーいるか？バーニー。エイデン、いるの？ああ、今バーニーと合流する。バーニーはもうこっちにいる。今戻ってきた。え、なんだって？それじゃあ、あなたを疑ってたの。クリスタルを横取りするつもりだと。逃げ出すために仲間の様子を見に行かせたのか？そういうわけじゃない。バザールに来て全部説明する。万々歳だろ。どうだろうね。ベロニカ、あいつはクソ野郎だ。奴が仕切ってる PK は最悪だって。結論は単純だ。ルーカスは死んだ。俺らにとっちゃ朗報さ。バーニー、ちょっと黙ってて。ソフィーはどこだ？またてめえかよ。俺をつけ回してんのか。俺を待つはずだったろ。うっせえ、予定が変わったんだ。横取りを恐れたのか？恐れる？てめえを？バカ言うな。俺らは利益を守らなくちゃならねえ。口出すな。お前の利益のために仲間が二人死んだ。俺の気をそらそうとバーディを利用したな。何一つ分かっちゃねえくせによ。バーディは弟当然だった。姉貴がてめえに会いたがってる。さっさと行け。ジャックとジョーは家族だった。まずは交渉だ。ゆすり屋と交渉するなんて馬鹿げてる。母親とは大違いだな。リーダーは私だ。交渉の準備を。ジャックとジョーにクリスタルを渡す。この臆病者。言いたいことはわかる。でも従うしかないの、ヘルマ。バザールのためよ。それが全て。ソフィー、
落ち着いてヘルマン、バーニーを助けてくれた人よ。うん、面白いやつだあんたの弟。あんまり気が合わなかったみたいね。まあ一目惚れはしなかった。確かにバーニーには欠点があるけど長所もある。とても義理がたい。オールドビレドを悩ませる問題はたくさんあるから、とにかく信用できる人間がいるの。どんな問題だ。好奇心旺盛なタイプなのね、エイデン。いいでしょう。何を知りたいの。クリスタルってのは何なんだ。町の化学爆撃によって生じた何らかの副産物よ。身につけると感染の進行が遅くなるってみんな信じてる。私は疑ってるけど、やってみても損はない。だからそんなに重要ってわけか。他にもいろいろ理由はある。手に入りにくくて壊れにくいし、思わず見とれちゃうし。だってとっても綺麗でしょ。でも一番大事なのは実際に手に取れるものだってこと。紙切れや古い硬貨よりずっとリアルだからものすごく高価なの。あの指揮官が殺されてから PK とのトラブルが増えたみたいだな。そんなもんじゃない。正確に言えば私たちは追い詰められてる。ルーカスに関しては自業自得よ。奴は散々住民を苦しめてきた。ピースキーパーが私たちの風車を奪ったのは奴の命令。連中は自分たちのために作物をごっそり奪っていく。水だってその見返りは私たちの保護。私は自分でみんなを守れる。子供の頃そのことに気づき始めた。バーニーはなぜ逃げた。クリスタルは高価なのよ。取引で必要だった。そのことで助けてほしいの。バーニーとバーディーの時みたいにお役に立てなかったようだが。あなたを置いていったのはバーディーのことがショックだったからよ。あの子なりにバザールの力になりたいんでしょう。私たちみんなを守れると思ってる。まだ子供なのよ。母が亡くなった時バーニーはまだ10代だった。でももっと小さい頃から私たちはずっと自活してた。あの子も一人でやれるほどに成長したけど、他人を助けようとするほど自分自身を傷つけてしまう。さっきはカールと何を言い争ってた。 PK の指揮官の死は問題を悪化させただけってこと。周りを見てエイデン、何が見える。壁の外の人間が夢見てたものだ。みんな今月中に死ぬでしょうね。なぜだ。近いうちに今ある水が底をつくからよ。2週間前、ジョーとその相棒のジャックって盗賊がこの地域唯一の給水塔を乗っ取ったの。少し前までバザールに住んでたんだけど、詐欺をしてカールに追放された奴らよ。復讐のつもりなんでしょうね。塔に爆弾を仕掛けて週1回薬や食料やクリスタルなんかの貢ぎ物をしなければ吹き飛ばすって脅してる。ここのみんなは何も知らないのか。水がもうないことは知らない。私が対処しようとしたのにカールはパニックを恐れて PK に助けを求めに行った。もちろん手ぶらで戻ってきたけどね。 PK が私たちのために動くわけない。ジョーがいくら塔のみかじめ料を取ろうとお構いなし。母はよく言ってた、ゆすり屋とは交渉するなって。ここの責任者だった頃、カールが権力を握る前か。母はバザールを厳しく統率してた。カールはそれにおとなしく従ってたけど、母が死んだ途端思い上がって尊大になった。母親はあんたに継いでほしかったんじゃ。母が望んだのはコミュニティと自由、人々のためにね。でも私には何を望んでたんだろう。母の目に私は存在してたのかさえわからない。偉大なリーダーだったけど、ひどい母親だった。どうするつもりだ。すべきことをするだけ。私はカールを助けると約束した。彼が責任者の間はジャックとジョーに貢ぐしかない。ますます絞り取られるでしょうけど。まだまだ続くってわけか。最優先すべきは仲間の安全よ。あなたは信用できそうだから助けてほしい。カールはジョーが約束通り水を分配すると信じてるけど、私は疑ってる。盗賊との交渉に行ったみんなに不測の事態が起こることだけは避けたい。カールと仲間はすでに取引場所に向けて出発した。何事もないようにして。
護衛するのか。そう、距離を保ちながらね。